でね、夜中に目が覚めたら台所の方で変な音がしてたの。うんうん、私ね、泥棒さんじゃないかと思って。そこで何してんの？いたな。うわー！セラビー先生ったら自分一人でこっそりキャビア食べてるんだもん。なんだセラビーか。ん？キャビアって私食べたことないけど高級品でしょ？高いってことは多分美味しいのよね。で、一人で食べてずるいって言ったら先生なんて言ったと思う？子供に隠れて美味しいものを食べるのが大人の一番の楽しみだ。すごい！どうしてわかったの？いつもお師匠様が言ってます。俺のじいちゃんも言ってるぜ。大人ってみんな同じなんだね。邪魔よ。はい、リーヤ君。なんだこれ？招待状よ。招待状？今日は3月3日のひな祭りでしょ。だからうちのひな祭りパーティーにぜひリーヤ君に来てもらおうと思って。待って、行く行く。あたいたちはつまはじき者よ。お前らは偉いよ。ああ、鬱陶しい。そんなにやりたかったら自分たちでやればいいでしょ。ひな祭りパーティー。なんだ、そっか。ところでひな祭りって何？ねえ、何何ひな祭りって何？どうやらすっかり春めいてきましたね、エリザベス。セラビー先生！はい、お帰りなさい、チャチャ。先生、どうしてうちにはひな祭りがないの？え？女の子のいる家は毎年3月3日にひな祭りのお祝いをするんでしょ？どうしてうちにはないの？それは、私が忘れっぽいから。じゃあ、うちにもひな祭りがあるのね？え、おひな様ですか？まあ、やったー、おひな様、ひな祭り、飾ろう飾ろう、おひな様、わーいわーい。いいの？あんなこと言って。おひな様、一応人形はあるんですけれど。わーい、おひな様、おひな様、おひな様。よかった、うちにもおひな様があって、これでパーティーができるわ。パーティー？うちのひな祭りパーティーにリーヤとシーナちゃんを呼んだの。リーヤなんてマリーちゃんのパーティー断って来てくれるんだって。早速準備しなくちゃ。なんだ？チャチャ。大丈夫、お料理は私に任せて。どうしよう。チャチャ、実は。こんにちは、チャチャ。いいや、シーナちゃんいらっしゃい。はい、チャチャ。お招き、ありがとうございます。あ、ありがとう。見て見て、素敵なひな人形でしょ。え、これって。五月人形。ああ、二人ともよく来てくれました。ですからね。という、こりゃないよ。どうしたの、みんな。なんでもありません。あら、なにこれ。どうして五月人形なんか飾ってんの？ドロシーちゃん、どうしてここに？あら、一応私も女の子ですもの。ひな祭りパーティーに参加させてもらおうと思って。女の子？なんか言った？いえ、別に。なのに何よこれ。3月3日はひな人形でしょ？おいしょうだ。ドロシーちゃん。何よ、ひな人形がなきゃひな祭りはできないじゃない。あのね、ドロシーちゃん。ひどい。おひな様だなんて嘘ついて、先生なんて、先生なんて、大っ嫌い。チャ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 さん。あの、私何かいけないこと言ったかしら。セラビー、ドロシーちゃん怒っても仕方ないわ。そうですね、私の責任です。前回はクリーム魔女で失敗し
ましたでゲスが、今回は趣向を変えまして天才科学者三毛猫博士を送り込みましたでゲス。三毛猫か、うん、期待しておるぞ。そうです、お任せくださいでゲス。私は男ですからね、女の子のひな祭りなんてすっかり忘れていましたよ。じゃあ今までお祝いをしてあげたことは一度も？ありません、迂闊でした。まあそれにしても嘘をついたのは良くなかったわね。セラビーって昔から女の子の気持ちが全然わからないんだから。ドロシーちゃん、一体どうしたらチャチャに許してもらえるでしょうか。自分で撒いた種は自分で刈り取りなさい。ドロシーちゃん、そんなこと言わずに僕と一緒に考えてくださいよ。セラビー、何をなれなれしい。ドロシーちゃん、もう仕方ないわね。ありがとうドロシーちゃん。セラビーったら結構母性本能くすぐるところあるわよね。元気出してくださいよチャチャさん。そうだよ、セラビーのことなんか忘れちゃってさ、パーッと遊ぼうぜ。私セラビー先生のところへは帰りたくない。家出する。家出？止めても無駄よ、もう決めたんだから。ケトさん、僕はどこへでもお供しますからね。シーネちゃんありがとう。あ、俺だってずっとチャチャと一緒だぜ。お腹空いちゃった。それ、あ、リーヤすごい。さすが動物。でも冷たくないのかしら。お水、お腹が空きすぎて他のことに気が回らないんですよ。わあ、おいしそう。一番大きいのは。ありがとうシーネちゃん。二番目は。なんだよ。俺が取った魚だ、大きいのが俺んだ。せっこいな、男が細かいこと気にすんなよ。するに決まってんだろ。何すんだよ。やるか。チャチャ、チャチャさん、喧嘩はやめて。喧嘩するリーヤもシーネちゃんも嫌いだもん。やだな、俺たち別に喧嘩してたわけじゃないよな。そうそう、魚を美味しく食べるために食前の軽い運動をしてただけですよ。え、本当？本当本当。なんだ、心配して損しちゃった。じゃあ3人で仲良くお魚を食べましょうよ。お魚がなくなってる。俺の魚が。そこにあったのは君たちのお魚だったのかにゃ。ドキニャンコ、驚かせてすまんにゃ。これはただの車にゃ。なんだ、車ですか。あー、びっくりした。私は天才科学者三毛猫博士にゃ。車がガス欠で困っていたら、ちょうど燃料のお魚が落ちてたので使ってしまったのにゃ。ごめんにゃ。ごめんで済むか。その魚はな、俺が体を張って冷たい川に入ってやっと取ったんだぞ。それはすまんかったにゃ。お詫びにうちでごちそうするにゃ。ごちそうするにゃ。わーい、二人ともごちそうしてくれるって。ごちそうだぞごちそう。わーい、恥ずかしいやつ。他人よ他人。わーい、わーい。面白い車ね。私が作った自慢の愛車バケネコ号にゃ。そうゲス様の言っていた三人組にこんなに早く会えるとはにゃ。ここが私の研究所にゃ。猫型にこだわってますね。そうにゃ、私の持ち物や発明品だってことの目印になるのにゃ。なるほど。さあ遠慮せずに入るにゃ。お邪魔しまーす。にゃっ、ん、やったかにゃ。盗んだよちくしょう。うわー、
ごめんにゃ、うっかり防犯装置を解除するのを忘れてたにゃ。忘れるな。体の頑丈なやつらにゃ。お楽しみはこれからだにゃ。おんにゃに用心しにゃくても、だって他にもなんか仕掛けがありそうだもん。安心するのにゃ。まあ確かにまだ仕掛けはあるが、これは火災用のスプリンクラーだし、これは飲み取り用のスプレーだし、これはただの掃除機にゃ。にゃ、君たちに危害を加えるような仕掛けはもうないにゃ。だからってゴミためにほうり込むことねえだろ。こりゃすまんにゃ。なかなか歯ごたえのあるやつらにゃ。もっといたぶってから片付けてやるにゃ。くっさー、君たち汚くてお食事どころじゃないのにゃ。誰のせいだと思ってるんです。先にお風呂に入ってすっきりするにゃ。え、お風呂？ラッキー。さあどうぞお入りにゃ。お風呂、お風呂。あれ、このお風呂は混浴にゃ。混浴。冗談じゃないわ、ちょっと開けてよ。ですよ。私の新発明、全自動洗濯お風呂なのにゃ。体を洗うと同時に服も洗濯してしまうお風呂にゃ。あ、泡が立ってきた。ひょっとしてこの後は。カツ運転にしてはなかなか調子がいいにゃ。にゃ、終わったかにゃ。どうにゃ、全自動洗濯お風呂の使い心地は。最低。まだまだ改良の余地がありそうだにゃ。やっとまともなごちそうにありつけたぜ。クッキングマシンで作った料理は最高にゃ。どんどんおかわりするにゃ。いただきます。なにこれ。それはクッキングマシン付属の自動お食事装置なのにゃ。メイドロボットが料理を切り分けて口へ運んでくれるにゃ。おいしい。へえ、こいつは便利な発明品だぜ。うん、グッドですね。喜んでいられるのも今のうちにゃ。にゃん。わっわっ、危ねえ、何すんだ。これでおしまいにゃ。もう頭きた。なんで俺たちがこんなくだんない発明の実験台になんなきゃいけないんだよ。これでも僕らは魔法使いの弟子です。ただの子供だと思ったら大間違いですよ。魔法使いが何にゃ。この素晴らしい発明品を壊すなんてただのバカガキにゃ。ダチャ、シーネちゃん。あ、やめるのにゃ、やめるのにゃ。あ、すっきりした。行こう行こう。わしの大切な発明品が。おにょれバカガキどもめ、科学の力の偉大さを見せつけてやるにゃ。とんでもないのと関わっちゃったわね。まったくです。なんだよ。死ん
高傑作機動メカニャンダバー Z ニャー、お前たちには試運転の攻撃目標になってもらうにゃ。力が絶対勝つにゃ。二度とお前になんか会うもんか。あかんべーだ。うん、あ、お腹の虫が騒いで眠れない。やっぱり家に帰った方がいいんじゃん。ごちそうがいっぱい。それにお雛様まである。え、お雛様、あれが、わー、これが本物のお雛様。綺麗ね。あら、ちゃちゃへ、何かしら。ちゃちゃ、今日はすまなかったね。あ、これセラビー先生からだ。私は男だから、雛祭りのお祝いなどすっかり忘れていました。来年は必ず素敵なパーティーを開いてあげますから、今年はこれで許してくださいね。なんだ、そうだったのか。そうならそうと言えばいいの。
大人って見えっ張りですからね。でも私嬉しい、セラビー先生ありがとう。じゃあこれからちょっと遅いですけど、ひな祭りパーティーと行きましょうか。賛成。いただきます。あー、この白いジュース美味しい。チャチャさん、それは白酒ですよ。あー、そんなに飲んじゃ。明かりをつけましょ、ぼんぼりに。お花をあげましょ、桃の花。そうです。申し訳ございませんでげす。もう一度、三毛猫博士にもっとすごい発明を。三毛猫はもうよい。わかりましたでげす。では別のもの。いでよ、魔界のものよ。逆襲、お楽しみ。